folks. Thanks again for watching Dohoga TV. Welcome to Season 3. Now, we are in the building of Sega. Now, I spent many paychecks, many quarters, many dollars on their product. So we're actually very happy to be here and be able to spend some time with them in development of some very new games. Oh, I see, I see. You take it out. Yeah, you take it out. Okay. And then card. You open it. And then you get your own card. Player you get. Real player. Yeah. You make your dream team. So the dream team is good day, good day. And then you keep collecting.自分の理想とする夢のチームを組み上げていくと。あ、なるほど。And then you build your own dream team. So he's the one that writes about these games, and so that new people from all over the Japan will know what kind of a game it is, or you know what's the best part about this game. Celebrity. 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 So as the game is going on, he's moving players around.Depending on the situation, you can change the players. Wow. So even the players that are not really doing well, you know, just shift around and move around the place. Well, he just scored a goal. A goal. See? Champion.セガは創業が1961年になります。もともとはジュークボックスの輸入販売を始める企業として立ち上がったんですね。で、実はあまり日本の方もご存じないんですけれども、日本の国産初のジュークボックスを作ったのはセガなんですよ。じゃあ音楽のあれだったんですね。そうなんです。ですので昔はですね、日本の著名なタレントの方はほとんどセガの本社の方に訪れて、ご自身の歌うレコードをセガのジュークボックスに採用してくださいというふうに寄り込みに来られたそうです。本当にセガといったらもうゲームっていうふうにもなるぐらい本当にパワフルな名前ですけれども、その意味をちょっと教えていただけますか。はい、もともとセガの前身の会社がサービスゲームスという名前だったんですね。はい、でそれを取った。そうですね、今でもセガはサービスとゲームを世界中の方々にお届けしたいと思っていますので、はい、そのサービスとゲームスの頭文字を2つ取っています。はい、まずはスターシステムとか、はい、いろんなプラットフォームを開発されてきたと思うんですけれども、例えばメガドライブとかドリームキャストとかいろいろあったと思いますけれども、そういった昔、テクノロジーどのようにしてこう開発してきたのかとか、あと、セガの、ゴールというか当時 の, こういうものを開発したいと、どういう気持ちで、いろんなものを開発されてきたんでしょうか。はい、先ほどジュークボックスの輸入販売を行っていたというお話をしたと思うんですけれども、その延長でですね、フリッパーと呼ばれている、ピンボール、こういったゲームの輸入販売も行ったんですね。で、輸入をして販売をするだけだとなかなかですね、会社としても大きくはなりませんし、例えば故障ができた時に直したりっていうのが大変なんですよ。であればもう自分たちで作ってしまえというところがセガのものづくりの原点です。アメリカとか、もちろんハワイももちろんなんですけれども、ドリームキャストのファンだった人たちもやっぱりもすごくたくさんいて、ありがとうございます。で、それが最後 の, こういったプラットフォームという形になりましたけれども、そこでどうしてやめてしまったんですか。なるほど。セガはもともとですね、先ほどお話した通りゲームセンターのゲームから始め、やがて家庭用ゲーム機のハードを作り、そこに供給するためのソフトを作りというふうに、一人でも多くの方々にゲームを楽しめるように、ゲームがある場所ある場所、いろんなところにコンテンツを出していったんですね。で、今では、それが例えばインターネットを通じて、PC のゲームとして、あと
楽しんでいただけたりとか、うん、携帯電話で楽しんでいただけたりとか、はい、いろいろ遊んでいただける場が広がっていると思います、はい、で私たちの願いというのは自分たちが作ったハードを普及させることではなくて、うん、自分たちが作ったゲームをいろんなところで遊んでいただくことなんですね、うん、ですので、現時点での我々の目標というのは、うん、自分たちのハードを普及させてそれで遊んでいただくのではなくて、家庭用ゲームのプラットフォームを含めたありとあらゆる場所でセガのゲームを楽しんでもらう、うん、それが我々の目的だと思っています、うん、もちろんゲームセンターですとかお家の方でもすごく人気のタイトルがたくさんありますけれども、でそういうものすごい強い強いというか、人気のあるゲームをこう作り続けているその秘訣っていうのは何なんでしょうか。いい意味でも悪い意味でも誰もやったことがないこととか、はい、それから今まで全くなかったものを作るのが好きな会社なんですね。で例えばゲームセンターでも、今までビデオゲームといったらこういうテーブル型のもので普通にこうやって遊んでるだけだったものをバイクの形をした筐体を作ってそれにまたがって乗るゲームを作ってみたりとか、例えばドリームキャストで言えば当時、インターネットという言葉自体の普及度もまだまだ低かった中で家庭用ゲームでネットワーク対戦ができるような仕様にしてしまったりとか、誰もやったことがないこと、そういったものにチャレンジするのが好きな会社なんですね。今日もオフィスをいろいろと見学させていただいて、本当にいろいろみんな DS とか PSP とか、いろんなゲームを開発されてましたけど、はい、すごくみんな楽しそうにそうです、ね、仕事をされていて、なんかそのスピリットというか、なんか本当にユーザーにとってももちろん楽しいゲームを結果として作っているわけですけれども、なんかその楽しさっていうのはどのようにしてみんなこうモチベーションを上げてるんですか。これはどの仕事にもかかわらずなんですけれども、人に喜んでいただく、人に楽しんでいただくということが好きな人間が集まってるんだと思うんですね。でそれはゲームを開発する人もそうでしょうし、例えばゲームセンターで働く人もそうでしょうし、我々のように、開発されたものを皆さんに知っていただく仕事についているものもそうでしょうし、みんな、共通しているのは誰かが自分たちの作ったもの、セガが提供するものに対してそれを楽しいと感じてくれる、それが我々の喜びだというふうに感じています。いろいろとお話しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。 Folks, again, your exclusive look at Sega in the heart of Sega. I'm here with our friend Takahashi-san, and I want to thank you again for being on Dokuga TV. Aloha.